いや本当にあのキャゼルヌが、えー、誰がキャスティングされるかって僕すごく注目してたんですよね。自分がそのオーディションでヤンが決まったっていう話を聞いて当然、その銀榎伝的にはこうどのキャストがだ誰が来るんだろう,うん、うん、その中でもやっぱりキャゼルヌは僕はトップクラスに気になっていて誰なんだろうと思ってであの川島さんですって聞いた時にすげえキャスティングだと見事すぎると思って <laughs> うちの奥さんにも。 川島さんなんなだよキャゼルヌすげえことなんだ、俺の <laughs> <れ>話したそうなの、もう会う人会う人に、キャゼルヌ誰になったの川島さんですよ、すごくないみたいな、だからかなり僕的にはもうスマッシュヒットキャスティングで、でもあの一緒に収録した時に、キャゼルヌの声を聞いた時に、本当、だだすごいぜ、このキャスティングって思ったんですよね。あの帝国側のアフレコの雰囲気、どんな感じなんですかああ気になるよね見そしたら 大体みんな着てるものが黒いって言ってましたすげーそこからかそうなんだ同盟はどうですかやっぱり自由ですかもう結構僕らラフなイメージだよねうん、そうですねダラッとしてる服ダラッとしてる服優しい色合いの人たちが多いかもねそういう言い方が良かったなダラッとはしてるダラッとはしてそうでしたなんか制服買った方がいいのかなじゃあみんな作りますみんなベレー帽かぶりますあれはいいかも やってれやかって毎回はですぐごそごそごそすぐ買うそれが決まりが NG 出したら投げるそれ向こう側だよねああそっか多分向こうですねやってられかっていうのはね